ペラザ TV のナオミとカホリです。今回のエスペラザ TV は第27回目のエスペラザ TV です。今回のエスペラザ TV では最後にスペイン語レッスンコーナーがあるのでぜひ見逃さないでくださいね。先週末には U15 のトップリーグがあり、西中原中と対戦し2対1で勝ちました。その他の試合と合わせてビデオをどうぞ。3、4ヶ月前にね、絶対、優勝するっていう目標で、頑張ってきたので、今泣いたトロフェオスもカピオネ、今もう目の前にトロフィーがあるし、ね、優勝できたことを、おいおい、やわらかに目標は全国大会、ね、次の目標が全国大会なので、ね、来週から頑張りましょう。いいですか、はい、お決めの一番、はい、アメン、OK、頑張っていただきます、はい、とりあえず、非常に1個取ろう。ニューマンの記事がさ、カメさんじゃない、カメさんはい、皆さんこんにちは、松原よしかです。今日はホルフェ・オルテガさんにご招待いただきまして、僕は初めてですね、ここの、ピッチにやってきました。素晴らしいね、こんな環境でサッカーができるっていうことは、この、関東近辺で この特にこの横浜とかね、こんなところであるとは僕は全くもって知りませんでした。しかも元アルゼンチン代表のオルテガさん、こんな人に教えてもらうってなかなかないですよ。これからみんなはここで育って、ぜひね、世界で輝く選手になることを期待しています。毎日練習一生懸命取り組んで、監督それから周りの方に感謝してサッカーを続けてください。また今度近いうちに皆さんと会えることを楽しみにしています。じゃあまた。ペンゴーレスンコーナー、今日のフレーズはこちらです。コーデジャマンス、ジョメジャモカオリオルテガイボス、ジョメジャモナオミオルテガ、ムチョグッド、エンカンタラ。今日の表現は、相手に名前を尋ねる文と相手に自分の名前を伝える表現の文教です。私は最初にカホちゃんに名前は何かと聞きました。コーデジャマンスと相手に聞きました。聞かれた私は、ジョメジャモカホリオルテガと言いました。ジョメジャモ何々で、私の名前は何々ですという表現です。その後に私はナオミちゃんにイボスと聞きましたが、イボスはみんなアルゼンチンの表現だということを覚えていますか？スペインではこう言います。イトゥイトゥ。その次に私はカオちゃんに答えて、
ナオミ・オルテガですというのを歌いました。最後に私がムチョグストと言って、私はエンカンターダと言いました。ムチョグストとエンカンターダはよろしくお願いしますという意味を持つ言葉です。スペイン語では女の人はエンカンターダと言いますが、男の人はエンカンタードと言います。ムチョグストは男女とも共同です。このようにスペイン語の表現では話し手が男性女性によって変わる単語がたくさんあります。皆さん今日の表現も覚えてぜひ使ってみてください。コモティーはジョメジャモマサヒロオカタニイボス、ジョメジャモニキシライシムチョグストエンカンタジャーラン。コモテジャマスジョメジャモコザトカダイチュジョメジャモケンジサトムチョウムシトエカンタード。今回のエスペランサ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまたね、バイバーイ。まだあるけど、もう見ていける？バナナとか最後にあるから、こっち見ないこっち見ないバナナ意味ないからあれ受け2、受け2、受けどな。そういう時はカメラしっかり見て、あ、今ここに美味しいってやる。食いかけして見た見た。また来週も見てね。バイバーイ。かわいい。